はい、じゃあ行きましょう。整数と連立方程式の文章題ですね。今回はどんな問題かっていうと、超品質のこの自然数を使った連立方程式の問題です。ね、この問題見てちょっと自分でもできるかどうか一度考えてみてください。ね、こういう2桁の自然数があって、よくありますよね。この各位の数の和がなんぼになって、10の位の数と1の位の数をこれひっくり返すんですね。これすごいよくある流れです。ひっくり返したら元の数よりもどうなったみたいな。その時に自然数、ね、元の自然数のなんぼですかと。で、中にはね、根性で頑張る人もいるんですけれども、もちろんね、そのやり方は悪いとは言えないですけれども、やっぱり、時間もかかりますし、やり方は知っておいた方が絶対いいんでね、ね、入試でそんな全部根性でね、やってる場合、時間はないんで、絶対にここではやり方を押さえておきましょう。じゃあ、ここではね、そういう、どういうポイント、どういう知識がポイントになるかっていうと、よく間違える、ここの二つの区別ですね。各位の数の和って言われた時と整数の大きさの表し方の違い、それに慣れていけばもう実はこの問題というのはそれほど難しくないんですね。今何言ってるかっていうと、ちょっと具体例見てみてください。89という数字があるとします。89ですね。89っていうのはめちゃくちゃ当たり前の話ですけれども、10の位がなんぼで1の位がなんぼですか。10の位が8やと、1の位が9ですよね。これめっちゃ当たり前です。じゃあそんな各位の数の和、和って足し算ですよね。各位の数を足し算したらなんぼになりますかと。ね。そしてこれ、各位の和やから、10の位は8、1の位は9、これ足し算したらなんぼになりますか ?17 と。ね。これ17になります。これめっちゃ当たり前ですよね。つまり8たす9は17になりますと。何を当たり前のこと言ってんねんとね。もうちょっと見ていてくださいね。次、じゃあ89っていう整数があって、その大きさは何ぼですかと。ね、何を言ってんやと。89の整数の大きさ、89は89やんけ。そうなんです。89なんですけれども、これをどうやって表すかっていうと、10の位が8っていうことは、8が10個分あるんですね。だから 8×10、もしくは10が8個分ですね。10が8個分あるから、10×8、8×10、足す、1の位が9っていうのは、1が9個分あるんですね。9×1。この 8×10 足す 9×1 で、ここで80になって、ここが9になって、80足す9で89になるとっていうことなんですね。それがどうしたんやの、そんな当たり前のことを何を力説してんねんって思うかもしれへんけど、これすごい間違えるんです。なんやっていうと、10の位が A、 1の位が B である数って言われた時にね、10の位が A です、1の位が B です。で、この数の大きさを表してって言ったときに、すごいよくある間違いが、あ、はいはい、A たす B でしょうってやっちゃうんです。これなんで間違いかわかりますか？この数の大きさがなんで間違いかっていうと、これさっきの例を思い出したらわかると思います。89の数の大きさって言われたときに、8たす9したらこれ17になって、全然違いますよね。数の大きさは89やのに、8たす9したら17になっちゃうんです。だからこれは A たす B って置くんじゃなくて、さっき言った通り、10の位が A っていうことは、10が A 個分あるんですね。10×A 足す B っていう風にせなダメなんです。あたかも89が 8×10 足す9ってやったみたいに、ね、10の位が A、1の位が B やったら、10×A プラス B っていう風に表さなダメ。つまり、整理した 10A 足す B と、こういう風になるっていうのが一番のポイントなんですね。で、この各位の数の和って言われた時と整数の大きさって言われた時の表し方の違いが大事なんです。だ、もし今回の問題ね、例で10の位が A で1の位が B って言われた時に、各位の数の和は何ぼですかって言われたら、それはこれ A たす B で OK なんです。でも、この10の位が A、1の位が B である整数の大きさとか、ね、この入れ替えた数と比べると元の数よりもなんぼ小さくなるとか大きくなるって言われたときは、これを使うんじゃなくて、A×10 たす B、つまり 10A たす B のこっち側を使ってあげないとダメなんですね。それがこの最初に言ってた各位の数の和と整数の大きさの使い分けっていうことなんです。これの意味さえ分かれば、あとはね、ヒントを使っていけば、しっかり解くことができる。っていう流れなんですね。で、入試レベルになると100の位まで出てくる時もありますけれども、別にこれはもう
この基本さえ抑えられればそれほど難しくないですよね。もしも100の位が A で10の位が B で1の位が C って言われたら、この数の大きさですね、各位の数の和じゃなくて整数の大きさって言われたらどう表されますかっていうと、これは A が100個だ ね、100の位が A なんで 100A+10B+C、 こういうふうに表せられるよと、ね、この表現に慣れているかどうかですね。あとはこれさえ慣れてしまえば、こういうね実践問題を解いていけば自分でも解けるようになると思います。では見ていきましょう。2桁の自然数があると、で、ね、こういうふうにヒントがくれてて、この時元の自然数の10の位の数字を x、 1の位の数字を y として連立方程式を作り、元の自然数を求めようって言ってるんですね。だから、あ、はいはい、10の位 x、 1の位 y かとね、こういう風に問題は OK って言ってくれてるんですね。もしこれなくても結局こう置くことになります。で、最初のヒントですね、この自然数の各位の数の和は7であるって言ってますね。各位の数の和が7であるって言ってるから、これは x と y をそのまま足したら7になるよっていう、このヒントをまず出せるかどうかですね。ここまで OK でしょうか。で、ポイントはその次ですね。またこの数の10の位の数字と1の位の数字を入れ替えた数だと、ね、つまり今10の位が x で1の位が y やけど、入れ替えて10の位が y で1の位を x にしたんだよとね、これはあたかも89を98にしたっていう、そういうことですね。にしたと。そしたらこれ元の数よりも27小さくなったって言ってるんです。このヒントをどう使うか。ね、このヒントの使い方に慣れてるかどうかが最大のポイントです。じゃあこれどうやってやるかっていうと、元の数と入れ替えた数の大きさを比べてるんですね。元の数よりも27小さくなるっていうことは。だからこの元の数を、そして入れ替えた数を、その数の大きさを表そうと。ね。入れ替えた数っていうのは10の位が y で1の位が x やねんから、これは 10y+x というふうに表せますよね。それは先ほどの知識で見たね、この辺で説明した通りです。同様に元の数っていうのは10の位が x で1の位が y やから 10x+y って置けるよねと。ここまで OK ですか？で、どんなヒントくれてるかっていうと、入れ替えた数は元の数よりも27小さい。ね。これを式にしたら、入れ替えた数イコール元の数引く27っていう風に教えてくれてますよね。あとはこれに素直に従ってね、これにそのままこいつらを当てはめていけばいいと。入れ替えた数 10y+x イコール元の数 10x+y マイナス27。こういう式を立ててあげればいいと。っていう、それだけですね。あとはこれをね、移行してこういう形にね、整理して、9x-9y=27、全部9の倍数やから全部9で割ってね、こういう風にしてあげれば簡単ですね。これで文字が2つに式が2つできたんで、この方程式は絶対解くことができると。あとは加減法でも第二法でも自分のやりやすい方法でやってください。そしたら x が5で y が2になります。で、これが出たら、元の数は x が5っていうのは、これは元の数の10の位が5やから50、そして1の位が2っていうことは52っていうふうにわかるんですね。で、入れ替えたらどうなるかって、これ25になります。じゃあこの入れ替えは元の数よりなんぼちっちゃくなってるかな、ちゃんと27小さくなってるかなと思って計算したら、やっぱりこれマイナス27になってますよね。ということは、これ絶対僕らが出したこの答えは合ってるなということで、問題に合ってるから元の数は52っていうふうに答えるよっていうことですね。はい、ということでどうでしょうか、理解できましたでしょうかね。この整数と連立の文章題の問題は定期テストでも入試でもすごいよく出てくるところです。なのでね、必ずマスターしておきましょう。そのマスターするためのポイントとしては、この各位の数の和って言われた時、そして整数の大きさって言われた時に、この文字のヒントの使い方ですね。 A+B が各位の数の和と、でも整数の大きさって言われたら 10A+B ね、100の位までだったら 100A+10B+C とか、こういう風にヒントを使えるかどうか、そこが鍵になります。これを身につけるためにもね、自分でも類題見つけてノーヒントでできるようにしっかり練習しておきましょう。心より応援しております。